はい、おはようございます。ラスカルでございます。最近ね、もうめっきり寒くなってきて、冬本番って感じの気温になってきまして、もうちょっとあったかいもんが食べたくなってきたんで、今目の前にあるタッカンマリ、今回はこちらの食材を購入いたしました。で、今回この購入したタッカンマリなんですけど、お肉とスープはもちろん、麺とかね、お米とか、締めの具材までついているセットメニューとなっておりまして、漬けだれ用のね、調味料なんかもいろいろついていて、簡単にできるっぽいんで、これからね、鍋調理して食べていこうと思います。それでは、一旦鍋の準備してきます。はい、ということで、ただいまね、鍋を準備して、他の食材なんかもすべて持ってまいりましたと。作り方もね、簡単っぽいので、説明書通り作っていこうと思います。まず、お水の方にね、この固形のスープを入れていきます。はい、ドン。暇だ、暇。このスープが溶けたら、鶏のぶつ切りと、このね、つくね用のも入っているので、この2種類のお肉を入れていきます。で、本来はね、ここにじゃがいもも入れるらしいんですけど、今回ね、じゃがいも買い忘れたので、なしでございます。ほいっと。本当はもうね、この状態でつくねも一緒に入れていくんですけど、お肉ね、多すぎてまだ入らないんですよ。しかも凍ってるし、ちょっとね、火入れして鶏肉が縮むまで一旦待ちます。よしよしよし、そろそろ溶けたかな、これいい感じじゃない。これ、そしたらここにつくね用のお肉を入れていきましょう。そしたらまたこのお鍋をね、蓋をして煮ていきますと。ではこれできるのを待ってる間に、こちらの漬けだれの素を使ってね、漬けだれ作っていきましょう。まず漬けだれの方が、これなんだけど、粉のマスタードらしいです。ここに水を入れてマスタードに戻します。粉からの、これマスタードね、完成でございます。で、この漬け汁、ニラが別途で買ってあるんですけど、先にね、こんな感じで刻んであります。そしたらこちらの器についているね、この酢醤油を入れていきます。マスタード入れて、続いてこちら見えるかな、縦切ったやつとニンニクを入れていきます。こんな感じで漬けだれは完成でございます。もうね、匂いがね、めちゃめちゃうまそう。今こちらのお鍋の方のお肉については火がね、結構入ってきたんで、野菜とかを入れていきましょう。まずこのついてくるトッポギね、やっぱり韓国料理といえばこのトッポギっすよね。よいしょ。で、ここにね、また別途で買ってきてあるえのきとネギ入れていきます。えのきとネギと、ちょっとえのき入りきんないな、これ蓋やばいな、これ量やばいね、これ量やばい。はいはい、ということで今ね、こんな感じで鍋完成いたしました。で、なんかわかんないけどね、一緒にカレー飯も作っちゃいましたなんか食べたくてさ。そしたら、もうだいぶね、お腹も空いてますんで、食べていこうかな。いただきますと。ちょっとまずはね、漬けだれに漬ける前に、そのまんま食べたいんで、この空のお皿で、スープの味で食べたいよね、一発目は。タッカンマリの具材ね、こんな感じ。めちゃめちゃうまそう。よいしょ。それでは、いただきます。あ、うん、いや、漬けだれなくても十分にうまいよ、これ。うん、鶏肉のいいお出汁が出てる。やはり、もううまっ。ちょっとカレーも食べよう。あ、カレーもうまい。うん、すごい、はあ、スープがいい、うまい。あ、冬だね、いいね、こういう鍋。うん、ちょっと次はこちらのつけだれの方につけて食べてみます。ちょっとトッポギとか食いたいんだよね。これトッポギこんな感じ、つけて、うわ、うまそう。このタレがうまいわ。酢醤油うめ、ニンニク効いてるし、ちょっとねピリ辛だし、食が進むね。うまい、このつけだれ。
でもお店で食べるとタッカンマリって結構あの丸鶏が入ってる時多いじゃないですか。こうやってぶつけになってる方が食べやすいですし、家でねこう食べるってなったらやっぱねこっちの方がいいかもね。うん、うまっ。これ鶏肉見えるかな、この漬けダレに使った鶏肉。これねマジでうまい。てかうまそうでしょ。うん、いやダメだ、体がねポッポしてきた。上着着てらんないわこれ、熱い。そろそろもうこれがね我慢できなくなったんで飲みましょう。うわ、つくねどこ行った？つくね、これか。つくね、つくねちゃん、うまい。軟骨入りで食感がうまいわこれ。やっぱりもう最近はねいろんな国のお鍋とかこういうねあったかいスープとか売ってますけど、たまにはこういう韓国のね鍋いいね、あったまるよ。うんうんうん。そしたらそろそろ具材がね多分もう半分以下ぐらいになってきたので、まずこちらの麺入れていきましょう。えいえー、このまんまね、4分ぐらい待機らしいです。ビール持ってこよ。麺、いい感じかな、これ。いいね、これ。ラーメンの方ね、漬け汁に浸しても、そのまんま食べてもいいみたいなんで、両方食べてみましょう。麺はね、こんな感じ。うん、締めが優勝だこれ。うめえ。こちらがつけだれ式と。おお、こっちもうめえな。うわ、どっちも捨てがたいこれ。これもうすでにスープとかにねもう出汁がかなり染み込んでるんで、このまんまで十分うまいな。これ最高じゃないこのラーメン、もうラーメン。うん、2本目飲んじゃおう。うん、具材取っちゃいますかこれ全部ね。鍋の方はねあらかた具材取り終えました。そしたら残りのね、具材食べてる間に雑炊の方作っていきましょう。いや、はいっと、これ火入れしてる間に残り食べちゃいましょう。うん、具材完食でございます。いい感じにお米がほどけてきました。そしたら仕上げにね、これ卵、生卵かけて卵雑炊で締めましょう。いや、うまそう。いや、これ絶対うまいでしょ、こんなの。まあ、ちょっとね、スープが多かったんで、雑炊って感じじゃないんですけど、これもう取ってこうかな。うい。うん。これ最後のね、締めの卵雑炊でございますと。いただきます。うめえ。ちょっとレンゲ持ってくよ。スプーンじゃちっちゃいわ。うん、あ、熱い。これ今回ね見ての通りスープが多かったんで雑炊って感じじゃないんですけど、これこのまんま卵粥っていうか
卵スープで飲めるな。やっぱ出汁が効いた料理はうまいね。とんでもなく熱い。あ、これとんでもなく。でも最初タッカンマリってもちろんね鶏の旨味は強いですけど塩分はねかなり控えめなので締めって合うのかなって思ってたんですけど、この締めのためにタッカンマリをやるってぐらいこのご飯がうまい。個人的にはこの卵がゆがドストライクだね。はい、ということで、ただいまね、この取り分けた卵雑炊食べ終わりまして、だいぶもう満足感が高いので、今日の夜と明日のね、朝飯にお腹に優しいように、この卵雑炊取っておいて、これはね、ゆっくり食べたいと思います。今もう暑くて食えないわ。はい、ということで、ごちそうさまでした。はい、ということでこちらのタッカンマリね、この締めの雑炊分の卵とかまだちょっと余っているんですけれども、入れた具材の方は全て無事完食いたしました。我が家もね、鍋すごく好きで、こう冬になるとね、鍋が出てくる回数めちゃめちゃ増えるんですよ。ただやっぱり馴染みのあるね、日本の鍋ばっかりで、こういった韓国のお鍋食べなかったんですけど、お家で食べてももうめちゃめちゃ美味しかったです。こうやって通販の方でお店の味そのままがいただけるので、これはねぜひね皆さんにも試してほしい一品でございました。購入ページについては概要欄に記載がございますので、こちらのメニュー気になった方はぜひそちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。熱い